火力よし。はい、どうなんですか。そうですね、まあ下に座った井口ですよね。今一人ですよ。あ、そうやって食べるんですか。そうですね、これで一気に混ぜちゃうかなって、別々にやる。意外とね、生姜がね、こうさっぱりしてて、もうやっぱごま油が、なんていうの、この麺独特のこの臭みというかね、苦味を挟んでるわけでもないですしね、こういう長期休みじゃないとゲイさんにも会えなかったしね、うん。今日もやってまいりました。今日もね、ちょっと料理をつけていきたいと思います。今日は、まあ、若者に中心の人気のね、タピオカジュードリンクを作っていきたいと思います。これね、もともと冷凍してあってね、お湯で30秒加熱するだけですぐに使えるという。インスタントタピオカ。そうなんです。台湾直輸入です。はい。ね、これね、お店に行かなくても自宅で気軽にね。クオリティが気になりますよね。そうなんです。ね。まあこのね、何を使うかによると思うんですけど、うん、中身をね、まあ、今回は、まあ、ストレートティーと、まあ、ミルクと、まあ、黒砂糖でちょっと味を整えていきたいなと思います、はい、タピオカをね加熱するということで、はい、じゃあお水ですね、はい、ありがとうございます、ね、じゃあ早速火をつけていきたいと思います。でも沸騰してから30分。そうですかね、ちょっと待ってくださいね。そうですね、沸騰した後にですね、凍ったままの本品を入れて30秒加熱し、沸騰した後ってことは火切るってことですか。いや、じゃないですね。で、凍ったままの本品を入れて30秒加熱して水気を取って、で、あと、もうそろそろ沸騰、はい、そうですね、沸騰できましたね。ちょっと入れましょうね。はい、これをね、自分が食べる分だけの量のね、タピオカ。またご自宅に帰ってね、子供とかで。そうですね、はい、そういうのがいいと思いますね。今でもね、このこういうの影響ですけどね、結構強烈な店もやっぱあったりしますけどね、うん、まあ、こうやって自宅で楽しみにいただけたらなと思いまして、今回はちょっと作っていきたいなと思います。先ほどね、あ、はい、あ、もうちょっと分かったでもね、すごいね、この見た目がね、なんかそうだね、うん、ちょっと怖いかなという感じですけど、30秒なんだね。すごいですね、うん、でもなんかこういうの初めて見たんです、ね、うん、なんか生きてるんじゃないかな、出てるよね、川の中いそうだ、そうです、今15秒だよ、もう20秒くらい、はい、今30秒くらい経ちましたね、はい、これでね、ちょっとザルに、で、水気を飛ばします。でね、水、お湯の中に行った時はちょっとなんか気持ち悪い感じでしたけど、今どうですかね。あ、結構様になってますね、様になってますね。ちょっと熱いですか、なんかぬるぬるしまった、ね、まだ、うん、これだけで食べてもいいのかな、いただきます。うん、これでちょっとね、冷たい飲み物を入れるとちょうどいいかもしれないです、うん、続いてね、この牛乳をね、一緒に沸騰させていきたいなと思います。どれくらいかな、そうですね、これもいいかな、はい、ではね、こちらのテープ紅茶なんですね、はい、そうですね、これはストレートティーなんですけどね、ストレートティーでもうこのままミルクの中にね、一緒に行って味を取っていきたいなと思います。今ね、沸騰しきれるので、それをこのままつけてやりたいと、すごいミルクの匂い、
じゃあこの紅葉をね、ちょっと入れたいなと思います。あんまり入れすぎないよ。なんで冷めとけばなんとかするかなと思いますけど、いいですね。量もぴったしだよ。すごい感じにできました。まあでね、そうタピオカを入れるんですね、はい、ちょっと多かったのかな。タピオカドリンク完成しました、はい、どうですか見た目ね。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、すごいね、ただあと お味ですね、はい、いや、いただきます。うん、美味しい。もうちょっとでもね、これだと言ってもいいかなっていうぐらい。あ、やっぱり結構入れたんですけどね。あとはストローですね、ね、下のタピオカまでたどり着くには頑張って飲んでください。でも美味しいですよ。お家でもこれぐらい美味しいのできるんだなっていうのは分かりました、はい、でお店で食べ飲んだらね、これ500円ぐらいしますもんね。そうだよね、うん、これ500円で多分結構作れるんじゃないかなって。そうだよね、思います。はい、元取れるよね。はい、タピオカまでたどり着けないですけど、タピオカ、あ、タピオカまで行ったんですか。行きました。美味しい。美味しいですか。美味しい、このタピオカ。ゴムみたいな感じじゃなく、じゃないです、餅みたいな感じです。へー、うん、もう有名なお店みたいな。美味しいです。美味しいですか。はい、はい、はい、じゃあタピオカね、美味しかったです、すごい。うん、ね、これ家でこんだけの氷できるとしたらね、すごいいいと思います。やっぱね、お子さんがいるところとか、ね、女性にはすごいおすすめなドリンクですもんね。はい、はい、なんで、まあ、皆さん試してみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。